19の質問ですが、無執着ヴァイラーギアとはどういうことですかという質問ですね。ハイパーカード版の場合はヴァイラーギアのアーという超音はアの上に山形の印をつけて超音の代用記号にしてますが、 HTML の場合には特殊な記号を使えませんので、普通はね、インド人たちが英語で超音をどう表記したらいいかっていう時に、まあ考えた面白い方法でアを2つ足せばいいとヴァイラーギアって、まあこういうふうに書くんですよ、インド人たちのある人たちがね。普通のフォントを使ってる場合にはいい方法なので僕も真似てるんですね、ここでね。まあ無執着ヴァイラーギアっていうのはヨーガスートラにも出てきますし、無執着の他には利欲とも訳されてます。欲を離れることね。僕たちができないのはこの無執着なんですよね、利欲ね。逆に考えますと執着しているっていうことですね。執は囚われるということでしょう。まあ弱はつくですね。草冠で弱って昔風に書く場合もありますが、まあ最近はですね、つくでいいわけですが、そうすると囚われてくっつくですから、何が囚われてくっつくのかって言ったら、主体としては自分の心でしょが、何かにですから対象があるわけですね。漫然と執着とか無執着とか考えないでください。必ず自分の心がある対象にとらわれて、それから離れないっていうことでしょ。で、執着にはよく言われますように、愛着と憎、愛憎というものがあるわけです。好きなものと嫌いなものね。で、好きなものは追いかけたいし、嫌いなものからは逃げたいんですね、誰でもね。そのどちらをもね、解決しないと無執着にならないわけですから。皆さんが持っている執着は何か、それを私の階層で調べてくださいって僕何度も言ってるわけなんです。あるいは皆さんが憎悪して逃げてきているものは何か、それをはっきりさせてくださいって言ってるんですね。水田さんのは一応終わりましてね。まあその後焼き直しが、水田さんいかがですか？さっぱりできてこないけど。やってみてください。焼き直ししながら、こういう愛着があった、こういう憎悪があったって識別して、そこから自由になっていかないと、私の階層を変えた意味がないわけですね。水田さんのが、まあ今までできたのでね、一番よくできてると思うんです。よくできてるって、無執着になったっていうよりも、生まれた時から現在の生活及び心境まで一応時間系列的にね、並べ終わったんですね。野村さんのは、あれは私の階層じゃないのね、作文ね。最近の一番新しいのでも田植えしたこと書いてるし、まあ野村さんは何遍言ってもわからないんですが、作文を書いてるんですね。階層っていうのは、皆さんが何十年か生きてきた障害がありますでしょ。まあ全部終わったわけじゃないから障害とも言えませんけれども、反省っていうには半分以上過ぎたんだしね。皆さんがお生まれになった時から今までの何十年間かの執着、つまり愛着と憎悪を調べること、思い出して書くこと、あるがままに事実として書くこと、それが僕が言ってる私の階層ですよ。昨日田植えしましたとかね、きゅうり収穫しましたとか、それは階層じゃなく農作業日誌の方に入れたらいいようなことですよ。で、安久さんにも岩井さんにも中丸さんにも私の階層ハイパーカードで書いて、それを HTML に仕上げるようにって言ってあるでしょう。きちんとやってみてください。そしたら皆さんがね、自分のこれまでの、まあ反省なら反省としましょう、における愛着と憎悪、何々あったかのね、ごくわずかですが再発見できると思います。なるべくたくさん発見しなきゃいけないんですけれどもね、僕はそれを私の階層を変えたりしないで、瞑想で何十年も瞑想をやってきたので、何十年もってオーバーじゃないんです、この前55になりましたので、僕は30前半からやってましたのでね、もう20何年以上やってるんです。で、瞑想中に思い浮かぶことに気づくことによって、こういう愛着がある、こういう憎悪があるって僕はチェックしてきたんです。それができる人は書かなくていいんですよ、私の階層ってね。ただ瞑想中によく気づかない人は、物を書くことによってね、周辺記憶が掘り起こされて、いろんなことを思い出すんですよ。例えば岩井さんが
おじいちゃんのこととかお父さんのこととか書くと、普段は思い出せなかったようなことでも思い出すことが出てきますでしょ。ですから書くっていうのは一つの有力な手段ですよ。自分の愛着と憎悪を調べるね。そこからさえ自由になれば、無執着、下脱と一緒なんです。この前もね、微笑みを生きるを読んだっていう30前後の男性だと思うんです。声から判断すると。から電話あって、瞑想とか指導してるそうですがって、まあいつでも大体誰でもそういう話してくるんですね、最初ね。で、聞いてたら、病院に通ってるんですって言うから、ああ、こりゃ精神病だなと思ったのね。話聞いていくと、やっぱり精神病院に通院してるっていうのはね、自宅から。僕はあんまり根掘り葉掘り聞かないんです。相手に喋らせておいて。と、だんだん喋ってきて、人を殺したくなるんですって言うんだね。微笑みを生きるじゃなく、人を殺したくなるっていうことなんですね。そういう脅迫観念にとらわれるっていうんだね。で、僕がじーっと黙って聞いてたら、ちょっと悪いと思ったのか、初対面の人に、自分で十分をも殺したいっていう考えも出てくるんですとか、まあ、付け足しみたいに言ってましたがね。そうすると、その人の場合には、何に執着しているのかっていうのは、自分の心の中に湧き上がる、人を、あるいは自分を殺したいという考えでしょ？に囚われてるわけです。それを実行すれば、まあ、たくまくんですよ。その人は実行しないで病院に行ったり、釣り飲んだりなんだりしてるわけでしょ？そこから自由になりたいっていうことでおそらく僕に電話してきたんでしょう。多分ね。なるべくそういう脅迫観念から自由になりたいと、それは誰でも思いますよね。そういう場合にはどうしたらいいかっていうのは、精神科の主治医、薬をやってる主治医と家族とカウンセラーか、ヨーガ仏教の指導者と本人ね。その4者がいつでも絶えず連絡取りながらしかね、治療ってできないんです。薬、切ってしまうとね、興奮して暴れ出すんです。薬徐々に減らしていくっていう方向に、その主治医が同意してくれなければ、ヨガの指導者もカウンセラーも何もできないんです。徐々に減らしていくっていう方向性で一致すればね、なんとかなるんです。親としてはね、ヨガの先生だろうがカウンセラーだろうがね、精神病のお医者さんだろうが、息子を良くしてくれたらいいってそれだけなんです。方法は何でもいいって親は思ってるんです。とにかく厄介な息子が独り立ちしてくれたらいいと思ってるだけですからね、親っていうのは。そうすると問題はね、本人とその主治医の関係なんですよ。本人がお医者さんに依存して薬いつでもくれるっていうことを期待すれば、カウンセラーやヨガの先生は何にもできないし、逆に良心的な精神科の先生で、まあなるべく薬少なくしていって精神病院から自立していってくれたなら、そのためにカウンセラーやヨガの先生とか座禅指導者が助けてくれるならありがたいって思ってることと、本人がね、患者さんが自分もそうなりたいって思ってれば、これはなんとかなるんです。それ以外の場合には何ともなりようがないんですね。で、皆さんの場合はね、いろんな執着あっても、それをヨガの修行で解決してくださいと僕は言ってるわけ。ラマのマハラシでダメならもっと低いティクナトハン、エイクナト・イーシュバランとかね、マハゴーシャ・アナンダ先生とか、あるいはサホダ先生でも誰でも、そういう人たちの指導法を利用して自分で自分の執着を解決して病院に行かなくても済むようにやったらどうですかっていうことなんですね。ですから強い意志が必要なんですよ。お医者さんに頼るわけでもなく、僕に頼るわけでもなく、僕が紹介した方法によってやるわけですから。その教材はもう皆さんハードディスクに持ってますよって何遍も言ってきてるんですね。生き方としてはノーアルヨガ生活が、まあ自然に順応するのでベストですよって言ってるわけですね。ですから皆さんがそうやれるかどうかの問題なんですが、その無執着になれるかどうかっていうのは前置きが長くなりましたが、皆さんの意思一つですよっていうことです。人頼みでは何もなんないんですよ。だって執着してるのは自分の心なんだから、それをコントロールするかコントロールしないかも皆さんの意思でしょう。ですから本人の問題なんですよ、これは。で、ラマナ・マハルシの答え。考え事、サンカルパーナーンが起こるとき、まさにその出所において、その出所っていうのは、有意識で説明しますとね、第八式にあります、記憶が。それが私という思いを伴って第六式に出てくるんですが、場所っていうよりも、それにパッと気づくっていう、その瞬間にっていう時間の方が大切なんですね。
第八識にあるんだって頭でね、観念的に理解してもしょうがないですから、息の観察していた時にそれを妨げたのは第八識にある記憶だって理解するんじゃなく、今考え事が出てそれを一瞬追いかけてしまったんだっていう、その瞬間瞬間の問題なんですね。ですからその出所に置いてってラマナ・マハリシは言ってますが、僕はその瞬間に気づかないといけないんだって補足したんです。一つ残らずすっかり破壊すること、マハリシはそうできましたが、皆さんいろんな考え出てきてその瞬間に一つ残らず出てきたものね、ことごとく破壊できるかって言ったらそんなことできませんでしょう。できたとしたらもう下脱してたわけですからね。でその瞬間に気づかないで、おそらく何分か考え事してから気づくんですよ。あるいは何十分ね、下手すると何時間、それが何日もっていう場合にはもうこれは病気ですね。何日も何ヶ月もとらわれて青い顔をして、外から見たらみんなあの人気色悪いってこう思われても本人は気がつかないわけですから。引きこもる人たちいますよね、稲部川村にも、そのかなり実家の方にも、年取ってるんだけども2人ぐらい時々引きこもって出れなくなる、もう80ぐらいのおばあちゃんですけどもね、他にも男性もいたのね。そうなるともう人と会っても顔も見たくないし口も聞きたくないしって、まあ鬱の状態になって、元気になるとまた家内の母なんかと一緒にデイケアに行くんですよ。デイサービスにね。そうすると野菜いらんかとか、うちはあるんだけどもらっきょうとかって家内のとこに持ってきたりって、もうほがらかになってね、しばらく顔見ないとまたが引きこもってるんだね。これは年齢と関係ないんですよ。まあ小学生でもそういうのおるしね、もう棺桶に片足突っ込んでてもそうなりそうにもいますしね。ですから自分の心だけが問題なんですよ。その考え事、サンカウパなんていうのはこれは複数形ですけども、考え事をあれこれして手放せなくなるからそうなるんですよ。一つ残らずすっかりっていうのはバガバドギーターの2章の55節に出てくるようにね、心の底から洗いざらい、サルバトラ、心の底から洗いざらい、いろんな欲望をね捨てる時ってありましたでしょ。あれと一緒ですね。でラマナ・マハリシは厳密ですから、一つ残らずすっかり破壊すること、破壊っていうのはもうなくなることですが、前書の拡足っていうのはその時手放せばいいっていう意味もあってね、破壊の方が本当はいいとは思いますがね、破壊すること、それが無執着である。要するに今日は無執着で入れたけども、例えばたこ焼き食べたいっていう人がいてね、今日は我慢できたけれども翌日になったらまた食べたくなって買って食べたっていうのは無執着が確立されたのではありませんね。一日手放しただけでしょ。マハルシが言っている無執着っていうのはすっかり破壊することですから、無執着の完成のことだけ言ってるんですね。皆さんが無執着を完成した対象ってあると思うんですよ。小さい頃のおもちゃ、お人形さん遊びとか、皆さんの頃は、小さい頃はリカちゃん人形ってなかったと思いますがね、その後だったらリカちゃん人形っていうの非常に人気出て、今30そこらのね、主婦たちでもリカちゃん人形まだ赤い頃の持ってるっていう人たちいるんですよね。あとランドセルね、こういうふうに小さくして飾っておくっていうの流行ってるってテレビでやってたでしょ。だからもう何十年も前のランドセルをミニランドセルにして飾っておくっていうのは、これは執着以外の何物でもないでしょ。あとアルバムね、岩井さんアルバム見たらいろんなこと思い出すよって前回言いましたけれども、アルバム見たら何か思い出すことありました？ありましたし、自分のアルバムをさておき、おばあちゃんの、もう本当に今もあったから、で主人の妹を呼んでいるんやったら持って帰って、あと全部掘るからって言ったら、置いといてほしい。持っていかなかったの、いや持っていったんやけど、全部もっと見て、みんなに配って置いときたい、ね、それが愛着です、はい。写真持ってたって本当はその人の心には残るのは愛着だけで何もなんないんです、執着だけでね。と他人から見たら、まあ、例えば中村さんや水田さんや安福さんから見たら、ほんなおばあちゃんの写真捨てればいいのにと思うでしょ。でも身内にとってはなかなか見てると捨てられなくなるわけでしょ。野村さんがラブレター捨てられないっていうのもそうなんですね。こんなラブレターもおいやんとおばやんがね、ラブレター一生懸命持ってたって何もなんないから捨てなさいって言っても、本人たちとしてはね、ラブレターっていうと出会った頃の若い自分と若いあの人ってそう思っちゃうわけです。それが頭の中で生き生きと蘇るので捨てられないわけですね。
でも現実見てごらんなさいって鏡パッと見てね、鏡見てはい1分ラブレター1分読んではい鏡見てってこうやってたらね、幻滅するっていうのはもう 100% はっきりしてるけども、それができないわけ。ラブレター見てる限りはもう若かったあの人、若かった私ですから、頭の中で作ってるのはね。ですから皆さん目開けて座って、安福さんや水田さん居眠りする人たちね、ああいう壁見てね、板壁や襖屋見て目開けて家でやってください。正直見て目つむってたらもうそのラブレターの世界ですから、いわばね。あるいは人殺したい世界ですから、何を見てるか、それで妄想っていうわけでしょ。ですから目開けてやった方がいいですよ。僕らみたいに光見たり音聞いたりって、その他のことどうでもよくて、それだけに一点集中できる人間の場合には目つむりはますけれどもね、光見たり音聞いたりとかそういうタンタラヨガ的なことできない人はね、目開けて道元禅師の指導法に従ってやったらいいように思うんですよ。真珠鳥が腰に重しを縛り付けて海の底に潜り、そこで真珠を取るように私たちは無執着という重しを携えて自分の心の内に潜り。これは水田さんたちでも私の回想を書くときにね、その執着という重しを携えて第八式に入っていってるんですね。無執着じゃなく、みんな執着という重しをね、腰にぶら下げてずっと潜っていって、浮き上がってくるときにも執着という重しをまた引きずってアップアップしながらやって戻ってくるわけですよ。ですから執着で溺れてしまうようなもんですよ。だからそこをね、いっぺん水田さんが私の回想を書き上げたんだから、今度は茶化して書いてね、まあ水田博蔵君物語みたいに書いて茶化すことができるっていうことは、そこから自由になれる可能性があるんですよ。茶化されると怒るっていうのは、自分とその愛着あるいは憎悪してきた自分の障害と同一視して価値観を置いてるっていうことですね。自分のことをこう茶化してね、笑えるような、自分の過去をね笑えるような心のゆとりがないと無執着にはなれないんですね。だから水田さんは絵描けるから漫画みたいにしたらいいですよって言ってるんですね。まあどうぞ他の方もね、安福さんも岩井さんも中村さんもね、ハイパーカードで原稿を書いたら、あの昨日やったアップルワークスのワープロのところにペーストして、で HTML で保存ってやったら HTML になりますから、あと HTML の文法に従って直さなきゃないですがね、そのままではダメだと思うんですけどもね。まあとにかく最初の体裁はですね、ハイパーカードとアップルワークスでできますから、やってみてください。ある程度書いていって。で、書式がこれでいいかっていう時には、全部書いてから送んないでください。最初の2、3回のでいいから。最初にレイアウトとか直すべきことあったら、最初に直しておいたら楽ですが、全部出来上がってからね、直してあげるっていうのは大変なんですよ。原稿、例えば皆さん100枚誰かにもらって見てあげるからっていうのは大変ですがね。4、5枚だったら見てあげれるでしょ、誰か書いた作文でも。こういうふうに書いたらどうですかって最初言ったら、あとそのレイアウトに従ってずっと書き進めていけますがね。レイアウトおかしいまんま、わからんで帳もね、岩井さんの。あれもレイアウトとか書き方おかしいまんま、たくさん書かれたのを見てくださいってやれたら、僕2時間3時間かかるでしょ。最初のうちだったら30分ぐらいで直せますしね。ですから問題大きくなる前に直してもらった方がいいですよ。それでそれを電子メールの添付書類で送ってくださいって言ってるけども、安福さんも中村さんも岩井さんも送ってこないでしょ。それだけやってないわけね。だから知る、分かる、できるって言っても、昨日ハードディスクでデータの転送やって、こうやって知って、それで分かってやってみたら、違うハードディスクにあったものが今は水田さんのあの iBook に入ってるわけですよ。やればそうなるんだしね。皆さん見てただけでね、そうやればいいんですねってずっと、これからね、10年を持ったってデータって動かないですよ。ですから実際にやんないとね、何事も結果が出ませんのでね、皆さんやってくださいねって僕これで何十遍も言ってるって皆さん聞いてるでしょ。でもやんないでしょ。岩井さんなんかできてるじゃない、原稿。だから分からんでしょ、あの添付書類で送ってくださいって1000回言ったでしょ、送ってこないでしょ。だからはいはいって皆さん、安福さんでも中村さんでもはいはいって言うだけで実際に何もやってないわけね。だから何も起きないわけ。無執着の話僕から一回にたくさん聞いたって皆さん無執着になんないんだからね。皆さん10年前から講師会に来てるって言ったって何もやってないんだからね。ダウンロードは一個もできてないんだよ。ダウンロードフォルダーって頭開けてごらんなさい。
覗く力があったら何もダウンロードされてないんだから、まあ、ご自分のことですからよくお考えになってみてください。あのヨーガと関わって何にもなんない人生でよかったんだって思うならそれでいいのかもしれませんしね、まあ、皆さんからいただいたので自分も修行してきたし、あとプランビレッジその他にねたくさんドネーションできてきたからそっちには役に立ってるけれども、皆さんの頭に何も残んないとしたら損するのは僕じゃなく皆さんだけですからね自分で損するだけですから。まあ、あのこの前ホームページにもある方のことを書いたけれども、ハードディスクね回収したら半年間何も変更されてないんだね。12月にしたまんまどうやってるんだろうと思うけども、 CD ロムからハイパーカードや HTML ダブルクリックしたってリンク全部完全じゃないですからね。あの音とかムービーのデータは全部ハードディスクにあるでしょ。だから CD ロムのハイパーカードのホームダブルクリックしたってね、その後音やムービー出そうと思ったって出てこないですよ。データはハードディスクにほとんどあるわけですから、そうすると勉強できてないってわかるでしょ。 CD-ROM からだけ利用してるって言ったら教材ちゃんと見てないっていうことがはっきりするわけですね。笑い話にもなりそうだけれども、皆さんの学習態度、その送ってくださいねって言って送ってきてないっていうのはそれと同じことですよ。だからなんで皆さんやろうとしないのか僕にはあんまり分かんないんですがね、僕なんか人に言われなくて世界中の本当に世界中のいろんな聖典、本からオーディオからビデオから集めて自分一人でやってきましたけれどもね、まあ、それは僕に意欲があったからですけども、皆さんは何に対して意欲があるんですかねご自分で考えてみてください。 iBook 買ったのもこのラマナ・マハリシの風雨愛とかね学習するためですからね、iBook 買ってそれで使えるようになったからいいとかそういうことじゃなく、全てコンピューター教材っていうのは僕は最終的にはそのセルフアバイダンス、自己の正体を見極めること、命の素顔、仮面じゃなく命の素顔に戻ること、そのためにやってるわけでしてね、その他のためじゃありませんので、新しいコンピューターでもね、あるいは MD でも何でもね、全てセルフアバイダンス、セルフと一体一如になること、そのためにやってるわけですから、そのキーワードになるのがここのバイラーギアですよ、無執着ね。逆に言うと何に執着しているかを発見することですね、自分でね。今の岩井さんのお話のそのおばあちゃんの写真に今身内がこだわる、それはどういうことか。写真っていうのはある時の記録でして、生の実物、おばあちゃんそのものじゃありませんからね。たとえおばあちゃんが生きてた時でも写真っていうのは写真で、おばあちゃんは別にいて生の実物は別でしょ。リンゴがあってリンゴという名前とかね、あるいはリンゴの写真、じゃあ皆さんティーメディテーションでこれ今日食べましょうねって5枚皆さんにリンゴの写真配ったら皆さんがっかりするでしょ。コーヒー紅茶どれがいいですか、皆さんから希望を聞いて、はいコーヒーの写真、はい紅茶の写真ってみんなに渡して、じゃあいただきますってやって皆さん食べられる、飲めると思います。実際そういうことですよ、写真っていうのは生の実物じゃないっていうことね。ましてや生の実物も死んじゃったでしょ、岩さんのおばあちゃんと。写真って何なんだろうっていうことですね。ラブレーターって何なんだろう、いろんなもの、症状とかなあれこれって何なんだろうって考えないといけないわけですね。で、無執着という重しを携えて自分の心の内に潜りっていうのはね、これは別な表現をしますと、第八式にある自分の記憶を見て、そこに愛着と憎悪が一つずつ書かれてるから、それを外していきなさいっていうことです。最初から無執着という重し携えていけるっていうのは、もうこれは熟成した容人たちにしかできませんから、そうじゃなく修行者のレベルではね、とにかく記憶が考えごとによみがえる一瞬を見逃さないようにして、そして自分の愛着はこれだ、自分の憎悪はこれだって見つけて、そこから離れようっていう意欲、決意をすることですね。そのために瞑想するわけです。そうしなければ自己の本性、命の素顔という真珠、宝物ね、宝物の中の宝物を見つけることはできないよということですね。参考をご覧ください。ラマナの教えは実に厳しく、よほどダーラナー格則の実習が深まっていないと、ここの説明を具体的に理解することすら難しい。まあ今長々と解説しましたので、ちょっと分かりやすくなったかと思いますが、考え事をする、その記憶がある、そこには愛着と憎悪がある、それを見てそこから離れるという決意をすることね。
決意じゃなく、例えば写真見て撮っておいてっていうのは愛着を増幅することを決意してる。ラブレターを捨てないのは若かった頃の楽しい思い出に愛着を続けるという決意をするっていうことですよ。ですから洋画の決意じゃなく愛着の決意をしてるんですよ、ほとんどの人は。あるいは憎悪の決意、人を殺したいとかいうのはね、憎悪の決意をしてることですよ。ですからまるっきり反対のことをやってるわけですね、世間ではね。ましてや考え事、サンカルパーナム、転勤のことですよ、が起こるとき、まさにその出所においてっていうのは、その瞬間に一つ残らずすっかり破壊し続けることを、続けるって僕書いておきましたが、一回手放したらおしまい、でも愛着憎悪もなくなるってそんなことないでしょ。ですから続ける、毎日毎日続けることを実践できはしないでしょう。ヨーガスータラの4章の27節。これは難しいと思うね。これはちょっと分かんないんでしょう。有意識と全八識の仕切りの間には想念があれこれ記憶から湧き上がるとの関連を理解できると良いのですが、要するに大八識に入っていて集中しててもあんまり考え事出なくなってくるような深い瞑想行者、三昧行者になって最後の方にね、ポッポッとまだ考え事が出てくるって、その辺のことを言ってるんですが、まあ皆さんはボケーっと座ってる間にいろんな考え事出てきたのが頭いっぱいになってね、疲れてくるってそういう状態ですからここはとても分かんないだろうと思うんですけどもね。まあ引き出しとかタンスとかね、皆さんが掃除していって、あ、だいぶ綺麗になったと思って、よく隅の方を見るともうちょっとほこりあったとかって、そういうふうに綺麗になった状態、頭がですよ、第8式には綺麗になった状態のことで、あ、もう一つだけゴミあったって、そういう状態のことを言ってるのでここは分からないと思いますけどね。でも最後の一つさえも取ること、それがマハルシが言っている一つ残らずっていうことです。ここで一つ残らずすっかりっていうのはね、まあなかなかそこまでいきませんから、まず誇りを出すことですね、叩いてね、私の階層という叩きでね、どんどん叩かないといけないっていうことですね。でも世間ではその誇りとして出すべきものをラブレターやアルバムとかいろんな記憶とかね、そういうものを宝物として持ってるわけでしょ、捨てたくないわけでしょ、だから死にたくないわけですよ、私は宝持ってるし、もう宝といつまでも生きていきたいんだと思ってるわけでしょ。だからまるっきり逆なんですね。まあ小鳥と息が切れたらいいなってね、早いこと楽にしてもらった方がいいのにって思えるようでないとダメなんですがね。